はい、次はバックサイド50の説明をします。まあバックサイドもフロントサイド同様、まっすぐじゃなくて少し斜めにアプローチラインを取ってきます。で、まあ本当基本的にフロントもバックサイドも変わんないんだけど、まあ、バックサイドの方が背中側にあってレールが見えなくなるので、まあ実際やることはフロント同様なんだけど、しっかりとオーリーをして斜めに当ててから上に乗る。で、乗った時にバックサイドだと特になんだけど、足元をちょっと見がちになるんで、あんま足元を見るんじゃなくてレールの先を見とくようにしましょう。と失敗例でなっちゃってる、腰が折れたりするのも良くないんで、しっかりと乗れるときは上に、体がレールの上に乗れるように意識してやるとできるかな。もうほんとバックサイド側はこの乗せに行く瞬間がポイントなんで、最初怖かったらバックサイドからレールを飛び越して、今度はちょっと当てて斜め当てを覚えてって感じで、しっかりともう本当オーリーが飛び越せるように、簡単に言ったらレールを飛び越せるようなオーリーができるようにしてからトライするといいと思います。あとは普通の50と一緒です、乗っちゃえば。なんでまあいいのを意識してやってみてください。